見事この決勝ポールポジションからスタートを迎えますのは今シーズン初ポール獲得となりましたゼッケンナンバー51番グレンブルーレーシング酒井瀬那、X30 唯一のジュニアクラスということになりますが、さあその瀬那がジュニア、ポールポジションからのスタートです。そしてフロントローアウト側2番手スタートとなったのは予選最後尾から怒涛の追い上げ5ポジションアップでフロントローまで上がってきました。今シーズンここまでのシリーズランキングリーダーです。ゼッケンナンバー15番チームベルト夏目湊。そして2列目3番手からのスタートとなるのがその夏目湊とのシリーズタイトル争いとなります。10ポイントビハインドを受けましてこのポジションからのスタート、ゼッケンナンバー14番チーム平野武田敦。そして4番手からのスタートはこちらも予選から2ポジションアップ、2列目4番手獲得となりましたゼッケン12番です、 AP スピードウィズソブラアイコ。さあレディースドライバーアイコが4番手からのスタート、そして5番手スタートにはゼッケンナンバー29番です、ウエストレーシング鈴村秀樹。さあこの SL シリーズに舞い戻ってきました鈴村、さあ久しぶりの復帰戦ということで5番手からのスタート、そして6番手からのスタートはゼッケンナンバー24番です、チームベルート久野朝志。7番手スタートにはゼッケンナンバー30番チームレゴリス今井正義。さあこの7台で決勝スタートが切られていきます。グリッドを離れてまずは1周のウォームアップラップ、6周の決勝レーススタートが切られるでしょうか。さあここまでは非常にスローなペースのローリング、最終コーナーを立ち上がってイエローまではスピードキープ、さあイエローライン通過、ここでブラックアウト、スタートが切られていく、さあアウト側湊が少し遅れたか、湊が2番手と上がっていきました。ボールショットはポール酒井、しかしその酒井ですが3コーナーちょっとオーバーラン気味か、早くもここで5コーナー武田が突っついてくる、武田がインに飛び込んできた、ボールシッター酒井は湊にもかわされそうですが、なんとかここは2番手キープ、トップは入れ替わって武田、2番手酒井、3番手に夏目、4番手には太鼓、そして久野が5番手、6番手に鈴村、7番手今井とバックストレートへと入ってきます。さあクラッシュなくクリーンなスタートが切られていきました X30 最終戦、オープニングラップ3番手スタートの武田敦史がこの1周でトップラップリーダーで帰ってきました。
まだばらけないこの一列隊列、その中では少し4番手の愛子、5番手クロコエルが少し後方を上がっていますが、さあそんな中はここで2コーナートップが入れ替わってきました。さあ竹田に再び襲いかかった坂井セナ、2コーナーで前に出る。そして5コーナーのブレーキングから立ち上がり、竹田がインに入ろうとしますが、ここから坂井が加速をする。田がラップリーダーを重ねてきましたが、3周目2コーナー坂井がトップに返り咲いた。さあバックストレートインに入ろうかという武田を、ここは坂井がブロックしていく。ここで武田が暴れると後ろ港も近づいてくる。さらに愛子も近づいてきそうだ。今度は5コーナー武田の横、港が入ってきた、港が入ってきた。2番手争い、少し離れていく坂井を捉えようと武田をかわして2番手へと上がっていく夏目湊斗。湊斗が後ろ武田にサインを送る。坂井を追いかけようとサインを送っていきます。さらに愛子も後ろ近づいてきました。これで4周終了。コントロールラインではトップ4がそれぞれ効果は3秒ほどというような感覚です。トップ4がそれぞれの感覚。さあ今度はその愛子の後ろ、久保も近づいてきましたか。終わって久保正も先頭集団に加わりそうです。ここまでトップ坂井セナ46秒249。さあ少し近づかれていた後ろをさらに引き離していこうと、坂井がここでスタートに入っていけるか。番手争いは港の後ろ武田がスリップに入っていく。しかし武田はまだ動いてはいきません。まだレース周回数が残っているということもあって、あまり早めに動くというよりかは一撃で仕留めていきたい、そんな思いで港の後ろキープ。先ほどまではその武田に近づいていた愛子ですが、逆に今度は愛子がコンマ8秒ほど差されました。今では愛子のベストは6秒1、45秒台に入ろうか、もしくは入っているというトップ3と比較すると、もう一つ、もう一伸びまだ足りない4番手の愛子。
ブは2番手、湊が酒井に近づいてきたでしょうか。やはりここに来て湊が5秒台、そして武田も5秒8と、酒井のペースを上回ってきました。これで3秒ほどというような等間隔が組まれております。その武田からは少しずつ遅れ始めたか、1秒1という段階を上げて4番手の入りが監督、5番手の美濃、そして今井正義が上がってきました。鈴村が遅れています。ファイナルラップ
ップに入っています。トップは坂井、2番手港、さあ港逆転優勝でタイトルを入れるか。あと11コーナーに向けてまだギャップはあるか、まだギャップがある。さすがが守り切った11コーナー、さらに3番手争いも今井が守っています。最終コーナーを立ち上がってくるのはゼッケンナンバー51番グレンブルーレーシング坂井セラ、今シーズン最終戦での見事なポールトゥービー、2番手夏目湊斗がタイトル獲得、3番手表彰台は今井正義、最後尾からの表彰台獲得となりました。4番手に愛子、そして5番手久野、6番手鈴村、14周目最終コーナーでのストップで今シーズンを締めくくります。